肩甲帯上部になります。可動域を測ります。今屈曲がちょっと上がりきっていませんが170度ですね。で、90度回転での外旋内旋を見ていきます。水平内転、水平回転を見ます。で、力も確認します。ここで止めてください。こう下に押さえますので止めてください。せーの、よいしょ。今このぐらいですね。はい、鎖骨部リンパですが、頸部と鎖骨のここにプッシングをします。1、2、3。で、グライディングですが、こうのラインとこうと、この3つのラインになります。で、この頸部に近いラインを1、2、3で、後面から前面に1、2、3。今度はこのラインですね。1、2、3。後面から前面に1、2、3。あと肩の外側です。ここ1、2、3と1、2、3と。はい、これでもう一度検査を確認してみます。でもう一度確認してみますと、屈曲が180度、90度外転移での外旋内旋、水平内転、水平外転で、力も確認します。はい、止めてください。せーの、はい、こんな感じで力も変わりました。